はい、皆さんこんにちは。フラワーティストシンです。今日作る作品はこちらの作品です。今日はね、色の構成を皆さんと勉強していきたいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。まず最初にこの石灰柳ですね。石灰柳を入れていきます。まあ、この質感をね、大事にしていきますね。ね、石灰柳も刺すときにここを平べったくしとかないと、フォームに刺さらないので、ここを平べったく、このようにね、このように平べったくして刺します。はい、今ね、ナイフかハサミと言いましたが、やはりこれはね、ナイフがいいと思います。しっかりね、平べったくした方がよりフォームに止まるので、それをできるのはナイフの方が有効的です。まあ、こういうここのね、質感を大事にしていきますよ。で、大体この石灰でアウトライン構成を作っていきます。まあ、石灰柳はよくたまるんでね、こうやって枝をためて思うように作っていきましょう。まあ、これでね、大体2本でもうこうアウトライン構成ができちゃうというね、素晴らしい枝もんですね。我々の業界用語で曲げることをね、ためると言います。そのためをね、効かせることで、たった2本で石灰柳のアウトライン構成ができてしまったということですね。ここにレネゾーンを入れていきます。これはね、深い緑が特徴の葉物ですけど、まあ、このね、長さを調整するのに N フラワーのテクニック、カーブをカットするっていうね、こういうね、要するに下の長さを調整して刺していくということです。まあ、ここに深いグリーンのゾーンが出来上がっていきます。まあ、要するにここで交差しちゃうと長すぎちゃうじゃないですか。だから下のね、長さを調整して刺していく。で、ね、いろんな葉っぱに応用できるんで、ぜひ覚えておいてください。長さ一緒だとね、超ダサくなるんで。こうやって色付けをしていきます。グリーンのね、
今ここにグリーンのゾーンを作ってますよ。はい、これでね、グリーンのゾーンができました。次にこの赤ドラで赤い葉っぱのゾーンを作っていきます。こんな感じですね。そしたら次に今度はね、お花を入れていきます。まずはアンスリウム。まあアンスいろんな形をしてるから、それぞれね、あの色がちゃん、あ、形がはまるところに刺していきましょう。少しね、こうやってなんかね、シミっていうかね、なんかこう、なんだろうな、これ多分なんかの液体、水だな、水のね、がこう乾いちゃって、水滴が乾いた跡とかあるんですよ。そういうのはね、ちゃんと取ってあります。はい、こういった感じですね。次にこのアランセラを入れていきますよ。アランセラ、これもね、めちゃくちゃ難しい飾りなんで、はい、ここでね、ちょっとこのなぜアランセラが難しい飾りなのかだけポイント入れておきますね。このね、アランセラとかデンファレとか、まあ、あとはデンドロビウムとかね、この花がね、こうたくさん密集してついてるお花って、花がいろんな方向を向いてるんですよ。だからどういう風な形でどういう風な場所に入れていくかっていうのがね、すごい難しいんですよね。
まあ、こういった赤の密集体を作っていきます。はい、こちらのアランセラが刺さりました。そしたらちょっとねこう透けてることがあるから、そこに、赤ドラのねちょっとこう残りというかまだパーツがあるので、それをねちゃんとこうやって葉っぱをいっぱい整えて刺します。そしたら最後にこの、なんだっけ、スネークボールか、を刺します。有り余の石ですね。はい、こういう感じですね。なかなかかっこよく入りましたね。はい、ではこちらで今日の色のね、まあ色のこう塊構成ですね、その中に動きを出していく、この講習を終わりにしたいと思います。はい、皆様フラワー TV はいかがだったでしょうか。今日もご視聴ありがとうございます。フラワー TV では皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録していただけるとフラワー TV の新着情報などが皆様に届きます。またあと N フラワーの LINE アットの登録もお願いいたします。そちらを登録していただけるとお得なプレゼント情報や僕のレッスン情報なども皆様に届きます。両方とも無料で登録ができますのでよろしくお願いいたします。登録は下のボタンよりお願いいたします。ではですね、フラワー TV、 これからも綺麗なお花、フラワーアレンジメント、花束などをどんどん皆様にレッスン、そして紹介していきます。なのでこれからもよろしくお願いいたします。ではまた。